皆さんこんにちは、 NK フォトチャンネルの中村です。絞りやシャッタースピードの設定を普段皆さんはどうしておられますか？私は仕事と、プライベートの時で設定を変えています。仕事の場合は三脚を立てて撮影することが多いので、シャッタースピードはオートにしています。そして絞りは F13 ぐらいにしています。今ちょうど F13 あたりになっています。そして ISO の感度は400に固定して、撮影をしています。私の仕事の撮影で一番気をつけているのが絞りです。仕事の都合上できるだけピントが前面に来てほしいので、絞りは13あたりまで絞っています。 F の13まで絞るとシャッタースピードが落ちて手ブレの可能性が増えますが、三脚を使うことによって手ブレを回避しています。同時に三脚を使うことによって ISO 感度を400に固定することができています。夕景や夜景撮影でも感度は400固定にして撮っています。細かい露出の調整は露出補正ダイヤルで行っています。こちらのダイヤルを回しながら、建築の仕事の場合だとマイナスとゼロと1メモリプラスのこの3段階だけを取って1つのアングルを終わらせるようにしています。続いてプライベートでスナップ写真を撮るときはシャッタースピードは125に今は設定しています。そして絞りの方は、撮るものによって気分で変えています。開放から、かなり絞ったものまで割と好き勝手に変えて撮影しています。そして ISO 感度はオートにして、400から12800の設定で最近は撮るようにしています。シャッタースピードは125分の1まであれば自分の場合は手ブレはなさそうです。プライベートでは被写体が動いてしまう、いわゆる被写体ブレは OK で撮っています。車とか人とか構図の中に入る被写体がブレても気にせず楽しんでいます。この設定だと明るいところから暗いところまでだいたい撮れています。プライベートで撮るときは適正露出や粒子のあれとか特に気にせず楽しんで撮っています。皆さんの設定はいかがですか？今回は、仕事とプライベートでのカメラの設定についてお話ししてみました。最後までご視聴してくださってありがとうございます。もしよろしかったらまた別の動画でもお会いしたいです。それではまた。